なあ小太郎、隣に住んでる狩野とあの弁護士さ、俺のことなんか言ってた？うむ、おそらく二人はタスク殿が嘘をついてわらわからお金を奪っていると言いたかったのであろう。やっぱりそんなのあるわけねえよなあ小太郎。いや、今のタスク殿は嘘をついているであろう。何言ってんだよ小太郎。わらわは二人が気づく前からタスク殿が嘘をついていると思っていたぞよ。なんでそう思ったんだよ。タスク殿の指を見て気づいたのである。施設にいた時からタスク殿は嘘をつこうとすると左手の人差し指を動かすのである。最初にわらわに会いに来てくれた時もそうであった。そんなのただの偶然。タスク殿が嘘をついてもわらわは別に良いのである。これいつものお金ぞ、受け取るのである。え、どうしたであるか。なんでだよ。ちょっと頼み事なんだけど。引っ越そうと思ってんだけど、ちょっと費用が足りなくてさ。だから小太郎、金貸してくんない？でさ、そこで一緒に住もうぜ。どうだ、いい案だろ。引っ越すのも一緒に住もうってのも俺の嘘だと思ってんだろ。なのになんで俺に金なんか。覚えているであるか、タスク殿、お財布が見当たらなくタスク殿が疑われてしまったぞよ。その時わらわはお主のことをかばったのだ。そういえばあったな、そんなことも。お財布は無事に見つかったであるが、タスク殿をかばったわらわに、お前は人を信用しすぎとタスク殿に言われたである。あの時わらわがタスク殿に返した言葉は今も変わっておらぬ。あ、小太郎は簡単に人を信用しすぎだな。タスク殿、わらわはタスク殿だから信じるのである。タスク殿にならわらわは裏切られてもよい。たとえ裏切られてもわらわはお主を信じるのである。いや、信じたいぞよ。そしてタスク殿、少しばかり思いが用意したゆえ受け取るのである。小銭、今まで渡したお金はわらわでないものからのものぞ。であるから少しでもわらわが自分の力で得たお金を渡したいゆえ空き缶を拾っていたのである。なんでそこまで。タスク殿が一緒に住もうと言ってくれたことが嬉しかったのだ。でもそれは俺の嘘で。